こんにちは、マサです。今日はですね、とある一体の人形を皆さんに見ていただきたいと思います。その人形というのがこちらなんですけども、10年前にとある先輩から悪ふざけで誕生日にいただいたものなんですけれども、悪ふざけでリサイクルショップで買った中古のひな人形なんです。10年ほど押し入れに入れっぱなしにしていたんですが、ふと思い出して、出してみたんですけども、ちょっと気になる点が何箇所かあるんです。もともと黒い紙だったんですけれども、10年で赤い紙に変わってしまって、若干髪の毛が伸びてるところがあるんです。今回捨てるわけにもいかず、人形供養してくれるところで供養してもらおうと考えたんですが、それもどうかと思いまして、出した結論が、このチャンネルのアシスタント兼フィッシングガールとして出ていただくことになりました。それでは紹介します。マリーちゃんです。今後ちょくちょく出演すると思いますので、マサとマリン2人よろしくお願いします。